中層建築物は、高さによって建築物を区分する際の位置区分で、一般に3階以上、5階以下の建築物を指す。中層建築物より高さが低い建築物は、低層建築物、高さが高い建築物は、高層建築物と呼ばれる。中層建築物には主示の定義があるが、一般的には、国土交通省の法令の運用などに基づき、3階。 以上、5回以下の建築物を中層建築物と呼ぶことが多い。主要な定義には以下のものがある。都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層または高層別の予定個数を定めることとされており、実務上、低層は1から2階中層は3から5回、高層は6階以上とされている。 建設省が1995年に策定した長寿社会対応住宅設計指針においても、6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3から5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。と規定されており、3から5階が中層住宅とされている。消防法では中層建築物についての定義はないが、 高層建築物を高さ31メートルを超える建築物と定義しているため、中層建築物の上限は高さ31メートルであると解釈することができる。長寿社会対応住宅設計指針。ありがとうございます。